おはよう世界。今朝沈んでたクリーパーはまだいるよ。夜だってかな、沈んだのは。かわいそうだね、クリーパー。あー、ちょっと同情しちゃうかもしれない。かわいそう。で、今どんな気持ちなんだろうな。クリーパーを擬人化してくれるモッドがあったらぜひ入れたいよ。とても可愛らしいからね。ピューって音が聞こえる。あはー、これに沈んだらどんな体験をできるんだろう。ノックバックしようにもできないか。クリーパーだもんな。沼にがっちりと体が。あはー、もうちょっとで沈んじゃう、大丈夫？あ、かわいそうに。あ、いいね。あ、沈んでった。いやー、はかないな。さてと。じゃあ僕は家を建てようか。何、大丈夫だよ。ちゃんとした家だ。僕が大好きな家。僕ってまだサバイバル実況で自分で家建てたことないんだよね。このチャンネルで一回も僕は、サバイバル実況とかやったことないから。まあ、やったことはあるけど、でも一回も家は建てたことない。これは、マジ。昔やってたね、浮島クラフトっていうサバイバル、あ、嘘ついたわ。一回ね、クラスメートと一緒にサバイバル実況やったことがあんのよ。その時に家を建てた。あ、でもその家も言うて豆腐ハウスだったから、だからまあ、まともな家って言うと、まあ、そうじゃないんだよな。だから今回はまともな家を建てようとします。はい、建てますじゃなくて建てようとします。僕は保険をかけるよ。嘘は嫌いだからさ。だからあえて保険を建てる。じゃあ、原木を建てます。2、3。1、2の3。1、2の3。1、2の3。いいね。で、待って、なんかいるぞ。なにこいつ。やば、スライムみたんがある。なんだこれ、なんか、黒大福っていうのか、チョコレートっていうのかな、なんか、不思議な生き物だ。ちょっと攻撃してみよう。お、やばい。攻撃したらなんか体にさ、タールがついて動きが遅くなった。弱体化と採掘速度低下だって。しかも全然動けない、ジャンプしないと。あ、動いてた。でもなんか体がこの間沼の、なんかタールまみれになっちゃった。ああ、エッチだ。ああ、殴ったらなる。すごいー、すごくいい。あ、やば、嘘。草ブロックですら壊せないのか、これ。どんだけ強いんだ、採掘速度低下の、こう、威力は。じゃあ、豚突っ込ませてみよう。おい、豚、おい。沼の中、あれ、豚は大丈夫なの？なんでよ。はい。ほら、あ、え？エロ？エロ？待って、え、エロ？え、ちょっと待って、え、男歌も溺れ死んでしまった？は、こいつは大切に保管しておく必要がありそうだな。名札とかを今のうちに集めておかないと。でも 1.7.10 は名札の、手に入れ方が釣りじゃないような気がすんだよな。どうやって手に入れるんだろう。チェストとかかな。でね。あぶない、ああ、攻撃されちゃった。ちょっとだけ体が黒ずんでる。あん中に落としてみよう。あ、ダメか。僕が攻撃したら沼まみれになっちゃうからな。僕はここにいるよ。相手はどうしてくれんのかな。もしかしてこの中にそのまま突っ込んだりする。あれ、対戦のエフェクトがついてるぞ。ってことはこいつにこの沼はあんまり意味がないってこと。でもまあ好都合だ。僕はこいつをこの沼で飼うことにするよ。あー、すごくいい。そうだな、周りのやつも全部丸石ブロックとかにしてあげようと。あー、いいな、初めてのペットがこいつか。すごくいいぞ。なんだか楽しくなってきた。僕はこの実況をやめません。ほら、僕は丸石で囲んであげているからね。君のお家だよ、新しい。僕のペットへようこそ。お家の下に飼ってあげるからね。あー、大丈夫。いつもちゃんと。あら、あー、あっしゃー、ギャーギャー。こいつ、意外とリーチが長い。
どうしよう。ペットなだけに、リーチとリッチと僕の飼っている亀の名前だな。どうやった？やばい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 。回復しないと。待て待て。ダメだ。そこでやんな。やめろー。いやー、つーがー。あー、ちょっと待って。お前リーチ撫でんだよ。よいしょ。あっかっ。ああ。いびつだ。あまりにも。だからよくない。美しくない。ちゃんとツールを揃えなくちゃいけない。こいつは遊び半分で飼っていい生き物じゃない。いわゆる特定外来生物ってやつだな。ほら、あれだよ。ちゃんとした決まった施設と、ケージとかをさ、作って、で、市役所かなんかに、こいつを飼いたいですっていう風に許可証を出して、で、ちゃんとそいつが脱走したりしないかってのを、確かめた後にしか飼えないっていうやつな。まあ、もしくは、愛玩用では飼えませんっていう、そういうやつだよ。動物のさ、あれはそれだよ。まあ、外来じゃないかもしれないな。普通に、そこにいるってことは在来種だわ。てか、もともとあそこにいるんだから、そりゃ在来種に決まってら。すごくいい。最高にいい。僕はこのモッドシリーズはとても楽しいと今思っているよ。いやー、いいな。これほどまでに続けたいと思ったサバイバル実況はないかもしれない。それほどまでに素晴らしくってすごく素敵だ。僕は大好きだよ。とりあえず、斧を作ったから。丸石でさっき壊された部分に、お前のリーチがわからない。よし。どんな感じ？なるほど。やばい。丸石がもうない。丸石もマインオールで集められたりしないのかな？そしたら楽なんだけどさ、多分コンフィグがなんかいじったら集められるんだろうなって思うんだけどさ、あんまりそういうのをすんのがめんどくさいからさ、僕はやりたくないなって思っちゃう。とりあえず洞窟を見つけよっか。洞窟を見つけて、いろいろとツールを揃えて、あ、そっか、ネザーにも行かないといけない。うわー、ネザー嫌だなー。僕ネザー大嫌いな、あ、待てよ。もしかして、あ、そっか。このモッドのネザーはもしかしたら僕が大好きなやつかもしれない。何しろとても、オブラートに包んで言うとさ、なんだろうなー。あー、すごく素敵な場所だよ。天国っていうのかなー。僕にとってはね。で、高床式にしよう。高床式にしてあげて、こうしよう。だからこうやって、他の動物たちがさ、間違って入ったりしないように、僕はしっかりと、こうやって、ガードを作っておこう。こうすることで、他の動物たちが不幸な目に遭わなくて済む。カスタム NPCs モッドを入れてあげたくなってきた。あのモッドはね、あ、とりあえず寝ようか。カスタム NPCs モッドってのは、自分が、まあ、カスタムした NPC を追加してくれるっていう、そういうモッドでね。まあ、とりあえずお家が出来上がるまでカットしておくね。お家完成しました。はい、こちらが僕の家でございます。木材と原木を使って和風なイメージを再現しましたが、僕は別に和風に興味があるというわけではなく、ただ単に近くにあった木材で適当に作ったら和風っぽいイメージになりました。1階しかまだ作ってはおりません。殺風景な風景です。2階までの階段はありますが、2階はまだできていないので、まだ未完成という形ですが、そろそろ編集をしないと、今日の投稿に間に合いそうにないので、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ちなみに、この下は、この黒い沼です。さっきまでいたスライムは、消えてしまいました。それでは、おやすみなさい。ああ！本当はもっと早く投稿できたのに、後付けで声を入れたら、
編集が巻き戻ったので、最初からやりました。